じゃあね、このキリンの首がどうしてこんなに長くなったのかみんなわかるかな？ふやけた。わかんないかな。正解はね、もともとキリンはね、首が短かったの、先祖は。だけど高いところの木の実を食べるためにね、子孫になるにしたがってだん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 伸びていったんだね。もともとは首が短かったんだけど、高いところの木の実を食べるために少しずつ少しずつね、だんだん伸びていったんだよね。はい、時間がかかるよ。じゃあ次の動物に行きましょう。なんかちょっと小雨パラついてきたから、みんな雨降ってきたから急ごう。雨やんだね。あ、みんな見てごらん、こんなとこにみんなの大好きな動物がいるよ。そうです、ライオンです。シンバ、名付けないで。ライオンです。絡まないで。ライオンです。じゃあ次はね、このライオンに神殺された人。はい、はい、君。謝んなさい、謝んなさい。俺も悪かったよ。俺が悪かった、俺が悪かった。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。こんな動物園あるか。いやー、何ですかこの。高橋健一の滑舌を検証しよう。人様の家なんだ、前回、あれは何年前ですか、5回っていうライブの時にですね、うん、カーナビを使って滑舌検証したね。そうですよ、ひどい目にあったんですから。ただあの時地名だったから。地名、地名をバンバン言ったじゃない。はいはいはい、場所の名前ね。そう、うん、今回あなたのね、プロフィールなら言えるんじゃないかと。ほうほうほう。高橋健一名前とか。そりゃ言えますよ、もう何年高橋健一やってると思ってんの。言えるね。まあ分かんないけどね。それをもう言うんです。言えますよ。言うんです、うん、今回このパソコンに音声認識のソフトが入ってますから。今ね、もうパソコンとかもうマイクで音拾って、これでちゃんと入っちゃうっていう時代ですよ。そうです、うん、これであなたの名前とか言って、うん、ちゃんと滑舌ができるんですかということになっております。行ってみましょう。やってみよう。何言えばいいんですか。じゃあまず、あなた、39年間やっている高橋健一。やってるっていうか別にその、まあそういうやってるわけじゃないんだけど、名前やってみよう。高橋健一という名前。高橋健一で、いけますよそれは。高橋なんだ、言い方が新しいみたいな。こんな滑舌の人新しいよみたいな。ゆっくり言い過ぎてるのかな。さらっと、ちゃんとちゃんと言って。高橋。さっきはまだマシだ。そういうことじゃねえんだよ。まだマシじゃねえよ。よっぽどひどいよ。趣しか合ってねえじゃねえか。あれおかしいな。ちょっと待ってよ。高橋。ちょっとおしゃれな、おしゃれな箸みたいな。赤橋。お祝い事の時使う箸みたいな感じ。ちょっと。ほら全然言えないじゃん、相変わらず。いやでも4文字ってことはまたできてるから。いやそういう問題じゃないの。高橋と赤橋同じ4文字。4文字ならいいってわけじゃない。いくよいくよ。高橋赤橋、俺の生きてる赤橋。おい、なんだよこれ。ほら全然言えない。ちゃんと言ってる。でも聞こえたでしょ。赤橋だよ。でも3文字だよ。でもこいつが悪いんだよ。だって俺が高橋って聞こえたでしょ。赤橋、うん、嘘、無理がある。無理がある。いい、いくよ、うん、高橋パーカーじゃねえし。パーカーだし。俺パーカーじゃねえし。なんだよパーカー。パーカー着てねえし。高橋だし。全然ダメじゃん、ゆっくり言っても。おかしいな。何がいけないんだろうな。もうちょっとそうだ、滑舌を意識して言えばいいんだな。意識してなかったの。ちょっとほら気楽な感じで言っちゃってたから。もうちょっと意識しちゃってみる。意識してみるじゃん。高橋またこのパターンだしみたいな。パターンだし。パターンじゃねえし。ちょっと待てよ。高橋。お、ほら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 、笑った時なんだこれ。いろんな笑い声が困ったと思うんだし。なんだよこれ。高橋出たの今。高橋出たけど。高橋出たよな。うん、高橋いけよ。高橋出たんだからついてばいいんだよ。健一。健
なんだよ、お祭りじゃねえよ。全然違うじゃねえかよ。ケンイチとエンニチ。高橋エンニチ。ケンイチ。なんでイニシャルなんだよ。いや俺のイニシャルみたいな。イニシャルじゃない、やらしいって意味。高橋エッチ。ケンイチ。天一。天一でしょ。この点が出るんだね。一は出てんだよ。一出た。すごいよね。あと剣。剣ね。剣が出ればいいのね。剣。剣。何？引き返された。何話しかけてんだよこいつ。あそこに引き返された。剣だよだから。剣って言ったんだよ。いやいや何？何じゃねえよ。え、もう一回言って。剣だのか。何機械が訪ねてきてんだよ。こいつなんか感情があるんだろ。言えよ言えよ。この機械おかしいだろこれ。言えよ。剣一。南京市また地名来たよ。いよいよ中国の地名出てきたよ。南京事件の南京出てきちゃったよ。もう頑張りなって自分のだ多分ね、バラバラに言ってるかいけないんだ。高橋健一通して言えば出るんですよ。高橋健一海は違う。なんだよ全然違う。おかしいだろこれ。海が綺麗です。海綺麗。どこに海があるんだよ。おかしいなおかしいなこれ。じゃあちょっと高橋健一は無理だ。え、高橋健一っていうのはこれ無理だわ。え、ちょっと今日調子悪いから、そのキングオブコメディみたいなコンビ名の方が反応すると思うんだよね。カタカナの方が。そう、高橋健一とか漢字何かはいろいろあるし、キングオブコメディって言ったらキングオブコメディしかないわけだから、カタカナでね。あ、そう。そうでしょ。もう名前は無理なんだ。高橋健一の名前は無理。汽車の窓に顔をつけて。あなたと出会ったのは4年前の春。希望に満ちていたあなた。おっちょこちょいでちょっぴりズボラで、人見知りで、でも本当に頑張り屋さんでした。恋する喜びも悲しさも知りましたね。あなたの帰る場所でいられた4年間、私にはとても幸せな日々でした。さあ頑張れスーモ。まだここにない出会い、リクルート。はい、では最後に、どうしてうちの小学校を、受験しましたか。ああ、なるほど、そういう理由で。わかりました。以上でですね、うちの小学校の入学の面接の方、全て終了になります。どうもお疲れ様でした。あ、ケンジ君さようなら。はい、あ、お母さんお疲れ様でした。はい、失礼します。次は紺野さん親子だな。紺野ひろし君、そしてお母さんどうぞ。失礼します。